足元に気をつけて。逃げようなんて思わないでよね。天道、ここにある。いや、風だ。なかなかいい出来じゃ。ランジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあオイラたちはこれでライデン将軍に勝てるのか。まあ全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ランジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえばわっぱよ、何時は抵抗軍をどう見る。うむ、確かにたとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つやつらじゃろう。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく、わけのわからないやつだな。ここで話すとしよう。何時が気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり一番重要なことが何なのかわかるか。あ、なんだ。情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の二つはファデュイと結託しておる。欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢を攪乱する者が存在し、
二つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに、二つの奉行と雷電将軍の庇護により、その者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。じゃあどうするんだ？切り口を稲妻陣に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか？わらわが言ったのは、天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば、汝をきっと雷電将軍の前へ導くことができるじゃろう。幕府軍を率いる者じゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る今日の客人でもあるの。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。奴を捕らえろ。はっ。九条空。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか。ち、八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので？友と語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。御意。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか？相変わらずじゃの、九条サラ殿。将軍への忠誠において何時にかなう者はいないじゃろうな。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。そして武人として将軍様の境地は私のずっと追い求めていたものでもあります。たとえ雷電将軍がいつか何時の神の目を奪うことになってもか。メガリレーは将軍様の決断。私に不服はありません。はあ。ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。何時が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか、どっちじゃろうな。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされた者に過ぎぬ。稲妻を陥れる悪政じゃ。そして盲目的に従っている者は他でもない。何時らの当主、天領奉行、九条家の者。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ。理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様に仕え忠誠を誓ってきました。私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは全て将軍様に忠実な者ばかり。特に当主の高行様は
あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなるものよりも勝ります。私の将軍様への敬意は高行様の万分の一にも満たないでしょう。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。三日後じゃ。三日後またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく知っておる。じゃから汝の目に映らない部分はただ目をそらしているだけかもしれぬぞ。であればわらわが悪役を演じその皮を剥ぎ取り汝に見せてやるしかなかろう。三日ですね。わかりました。しかしもし証拠がなければ九条家に対する憶測について謝っていただきましょう。それとその時は彼女も連れて行きます。ああ良いぞ。三日後何時のお越しをお待ちしておるぞ。お客人よ。びっくりした。九条サラがこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか。分かりきったことを。もちろんないぞ。さっきは九条サラを説得するためにその場で思いついて言っただけじゃ。やっぱり神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に完璧な称賛のあるものなどいるわけないじゃろ。じゃあどうするんだよ。三日しかないんだぞ。証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば今からわらわと共にその専門家を起こしに行くとするか。たぬきが人間になった。なんだこれ、初めて見たぞ。せつはたぬきじゃない。無事なだ。眠い。もっと寝ないと背が伸びない。まさかこいつがミコの言ってた専門家なのか。全然そんな風に見えないな。こやつは終末版の一員、正真正銘の忍者じゃ。忍者？じゃあさっきのは伝説の変化の術か。でも終末版ってなんだ。終末版はシャブ行にある神里綾人の隠密部隊じゃ。現在神里綾人とシャブ行は中立な態度を維持しておる。わらわでも終末版を動かすことはできぬ。しかし年中サボっている終末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。いや、では何時らには城内へ入り天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。そんなこと言われたって。お？もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが。いいじゃろ、少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上、他の奉行が異変に気づくこともままあることじゃろう。分かったようじゃな。
幕府軍の汝に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの終末版の忍者の助けがあれば汝の友と無事再会できるじゃろう。約束の日までに証拠を持ってくるんじゃぞ。君たち、どうして戻ってきたんだい？抵抗軍は？今の戦況は？俺はここから出ても大丈夫なのか？まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も、近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあ、ここに来たのは、俺たちに相談事があるからかな。お嬢を呼んでくるから、ちょっと待ってて。なるほど、さまざまなことを経験したようですね。状況はすべて理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという証拠を見つけなくてはなりません。そうですね、そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様がそのことについておっしゃったことは一度もなかったのです。最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考えると天領奉行が将軍様に提示した上層に何か問題があったのかもしれません。それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知る術はございません。その結果、将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けているのでしょう。もし天領奉行の上層を手に入れることができましたら、全てがわかるはずです。だけど、上層に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあっても上層をこっそり持ち出すのは至難の業だろう。あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあればいいのですが。そうですね。宵宮の花火、遠間らしい策ですね。しかし理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千住百目神像があります。もしその周囲で花火を放てば天領奉行も無視はできないでしょう。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを。よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。はあ、こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに思えてくる。俺にとってはそうなんだ。毎日ここで君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回ここに身を潜めるようになってもうずっと茶屋の外には行けてないんだ。くそー、温泉に入りたいな。トーマ、かわいそうに。今は目先の問題を解決するのが先です。メガリレーが廃止になればトーマも自由になれますよ。せっかくの再会ですが、談笑している時間はないようですね。すべてが終わってからまたきちんとお祝いをしましょう。その時はもう一回鍋遊びをやろう。まだそれを引っ張るのかよ。天領奉行の近くには護衛がたくさんいます。くれぐれもお気をつけて。
終わったらここでまた会いましょう。じゃあオイラたちは花見坂へヨイミヤを探しに行こうぜ。ヨイミヤ、オイラたち特大の花火が必要なんだ。すっごくでっかいやつ。特大の花火？そんならうちに任せとき。実はこの前ちょうどごっつえもんが作れたんやけど、威力がとんでもなくてな、実験できる場所も見つからんくて。ちょうどええからあんたらにあげるわ。うちの代わりにどんなもんか見てきてや。あ、それと火つけたらすぐ走るんやで。やないと服が燃えてまうからな。それと耳も塞いだ方がええで。うい、なんか怖いぞ。大丈夫やって、ただの花火やから何の問題もあらへん。じゃあやってみる。ありがとな、ヨイミヤ。今こそ出陣の時。逮捕するよう命が下っている。まずい、一旦逃げよう。はっはっしっ、ひゅっ。予想通りだった。気をつけないと見つかる。潜入するには注意をそらさないと。せつが上層を手に入れたら木漏れ茶屋で集合する。それでいい？それともしせつが捕まったら助けに来て。本当に大丈夫か？とにかくオイラたちは先に千住百目心臓のところに行こう。見回りに見つからないように気をつけろよ。
くにいる見回り兵が全員オイラたちに向かってきてる。逃げろ。計画はうまくいきましたか？お疲れ様です。あとは左右を待つだけですね。確かに運動は成長を促すけど、これは運動しすぎたかも。クラクラしてみんな回ってる。ダメ、眠る前にまだ重要なことが。そう、手に入れた。ヌシラの言う上層が何なのかわからないけど、怪しいものは全部持ってきた。はい、これ。せつはもう寝る。お嬢、これは。この封がされたもの、天領奉行が将軍様に提示した上層で間違いないでしょう。それ以外にもこれは彼らとファデュイの間で交わされた手紙ですね。どうやら八重宮司様の判断は正しかったようです。今の稲妻の紛争は彼らが助長したものでしょう。これらの証拠があれば十分。これを八重宮司様に渡せば、あのお方が次の計画を立ててくれるはずです。私も人手を招集し、稲妻にいるファデュイをできる限り探し出します。だけど将軍様には気をつけろ。あの方の刀を振るう姿を思い出すたび身が震え上がる。八重宮司様を信じるしかありません。あのお方は将軍様と密接な関係にあります。何か方法があるのかもしれません。確かもうすぐ巫女との約束の日だよな。オイラたちも支度が終わったら鳴神大社に行こうぜ。八重宮司様、約束通り来ました。ご安心を、配下は連れてきていません。それにここへ来ることは誰にも知らせていません。約束通り来ると分かってたぞ。それに何時、ここ数日の間胸がざわついて夜も眠れなかったのではないか。私が当主様を疑うことなどありません。それは憶測です。それで証拠はどこに。ほう、もう一人約束をしてた者も来たようじゃな。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい。自分で判断せ。これは。you
確かに当主様の官印が偽物ではない。抵抗軍、三五宮、前線、どれも一言も触れていない。前線で命を落とした兵士、人々が受けている苦痛、どれも優に値しないものとでも言うのか。命をなめている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知ってメガリレーが廃止になったらならんからの。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ、メガリレーの遂行で得するのが誰なのか、もう少し考えることじゃな。天領奉行とファデュイの間で交わされてた手紙だ。九条家の当主が隠してたものらしいぞ。どうじゃ、何時の見たかったもの、見たくなかったもの、すべて目の前にあるぞ。よもや見て見ぬふりはできぬじゃろう。私が今まで続けていたことは、こんな、こんな、くそ。裏切り行為を許すわけにはいきません。当主に会って直接話してきます。九条サラ、すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。おう、彼女を追ってみよう。待て、わっぱ、まだ話したいことがある。お、何時が初めて一心浄土に入ったのは千手百目心臓の前じゃったな。あの日の情景を再現するんじゃ。千手百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば勝機は必ずやってくる。これを持っていけ、選別じゃ。これは鳴神大社のお守り。ご利益のあるもので何時のために特別に残しておいたんじゃ。絶体絶命の状態でそれを取り出せば危機から抜け出せるかもしれぬぞ。もちろんわらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ、キツネお姉さん。悪いな。ではわらわの愚鈍な友は何時らに任せるぞ。お前たちも来たのか。度胸はあるようだな。お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だがもしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。いいな。いいだろう。これが運命です。九条サラ様、
当主様からの命により何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ、私は当主に会わなければならないんだ。容赦はせんぞ。断罪の名において。またか。しかし運命の教育先に引くぞ。隊列隊列、恩を盤石しかけるぞ。天女長空、これが運命です。先中弦引くぞ。浄土を開放せよ。永遠の人間て、何だ。参る。答えなさい。活目せよ。天道万象。誰だ。こわ、物どもつづけ。正堂々勝負せよ。姿を見せよ。はっ、いや、剣を盤石。ちげ、天なる大地、天理長久。拙者は恐れてるのか。た、はっ、夜の幻言してまいる。拙者の負けだ。やめろ。サラ、気が狂ったか。私の禁令を無視するとは。当主様、聞きたいことがあるんだろ。気迫に押されるな。高雪様、私は奉行府の上層とファデューへの手紙を見ました。どうかご説明を。遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのか。では、あれらがすべてあなたの直々に書いたものであり、偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教えてください。当主様、天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですか。はあ、私は確かにファデュイと連絡を取り合っている。お前が見た上層も私が直々に書いたものだ。あっさり認めた。メガリレーの発令と遂行に助力すればスネージナヤの施設と約束した利益を手に入れられるんだ。昔から九条家の地位を狙っている奴らは多くいた。我々を陥れようとするカモンも数えきれないほどいる。他国勢力の支持が得られる上にメガリレイを通して敵の戦力を削れる。これほど割のいい取引はない。ただお前に知らせる必要がなかったと判断したまで。それだけだ、サラ。あなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのに、どうして裏切ったことをそんなに軽々しく言えるのですか。裏切る。これのどこが裏切りだというのだ。あのファデュイたちは私に利用されているに過ぎない。奴らに何ができるという。稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば、奴らは身を震わすことしかできない蟻に過ぎん。逆らうことなどできるものか。なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだから。おお、こいつが崇拝していたのは、雷電将軍というよりも、彼女の武力と無双の人たちみたいだ。しかも狂心に近い。では、忠義の心はどこに行ったのですか。
当主様。私が九条家に引き取られて以来、あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えば、それはただ私に九条家への忠誠を誓わせ、将来裏切ることがないようにするためだったのですね。先ほど言った通りは、自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解してくれる。前当主様もきっと、きっと理解してくれるはずだ。言いたくなかったんだけど、九条家は自分たちの力を過信しすぎじゃないか。ファデュイはそんな簡単にやっつけられる相手じゃないぞ。メガリレーが本当に正しいものかどうか、私も内心疑ったことはありました。私の心にある道義に背いてもやらなければいけないことなのかと。しかし、それが将軍様の示す道である限り、最後まで良し悪しを判断することは誰にもできない。私はそう思ったのです。けれど今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。そしてその道はすでにあなたたちの私欲によって汚されています。従ってそれを正すとしましょう。少なくとも今まで私のしてきた決心に報いるためにも。余計なことを考えおって、生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にもできん。お前が情勢を変えることはないだろう。将軍様は今天守閣でスネージナヤの施設を迎えている。さあ、宿女と呼ばれている執行官だ。稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時、千里さんから言われたことがあったな。勘定奉行が身分の高そうな女性と会っていたって。あの時に気づけたはずなのに。スネージナヤの施設、ちょうどいい。このままこの稲妻から立ち去れると思うなよ。九条サラが行っちゃったぞ。天守閣に乗り込む気なのか。その人たちがあれば、稲妻に危機は訪れない。
次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが宿女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、宿女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて。彼らの短い人生からしたら、それはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。決着私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら。あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの？あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。わかりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。わかってるのかしら。旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。岩山八九
見にくいわ。断罪の名において運命の巨影。いざ天道万象。寛永に落ちなさい。はっ。運命よ、水面に映るのです。これが運命です。いってらっしゃい。姿を見せよ。よくもこの私に。執行官の天皇も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。氷の女皇の王には邪魔させない。断罪八九。断罪の名において蒼白の炎が今も燃え続ける。蒼白の炎で剣氷を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の熱煙の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。運命よ、ここにいてよ。有限のチャンス。懐かしい痛みが燃えてるわ。あんたにもわかる。の抱擁、痛くてもやめないわよ。姿を見せよ、運命の巨影。岩山八九。
あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて、確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ。おい旅人、頭が痛いのか。しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば、宿女を斬ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。ミコが言ってたな。オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に天気の流れる音が、息がうまくできない。大丈夫か？なんで何も言わないんだ。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。
一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えればあなたは永遠から最も